べて痩せるおやつトップ3をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますとダイエット中でも美味しくおやつが食べられるんです。ランキング形式でお伝えしていきますね。業務スーパーで買えるんですよ。では早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えします痩せるおやつの痩せるポイントはこちらです。腸内環境を整える食材だからなんですね。なぜかというとあなたの腸内環境がお悪いままダイエットをしても決して長期的に痩せることができないからなんです。例えば腸内環境がお悪いと悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌がですねどんどん増えていくわけですから、もうどんなに食事制限を頑張っていたとしてもきつい運動を頑張っていたとしても痩せることができないんです。逆に言えばあなたの腸内環境がこう整って痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて元気になってくれればあなたは痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。では早速ランキングの3位からご紹介していきましょうね。3位はこちらです。天津甘栗です。ちょっと開けてみましょうね。さすが業務スーパーさんですよね。もう大容量です。ものすごくたっぷり入っていて、こちら1袋お値段がですねこんなに入って398円、税抜きだったんですよ。ちょっと中身が 150g の甘栗が2袋入ってます。わっ、こんな形で1つ2つ入っているんですよね。でこちらがですね有機焼き栗となっておりまして、ここにJAS のジャスマークがちゃんとついた認定された、まあ、栗でも安心ですね。有機栽培された栗を使っているんですね。でこちらがちょっと開けてみましょうね。剥きやすいように殻が割れています。こう殻付きなんですね。そのまま食べても美味しいですし、電子レンジやオーブンや湯煎などで温めてもまた冷やしても美味しいですよって書いてます。わっ、ね、いい香り。あ、見てください、かわいいです。あのここにパクッと割れ目がついていてパンと押すともう身が見えますか。私ちょっと横から左右押すとあの口がパカパカみたいな、かわいいです。ポロンと身が取れやすくなってますから、すごく食べやすいですよね。こう剥き栗と違ってこう殻を剥くこう楽しさといいますか、あのいいですね。こういってあるこう香ばしさがすごくして美味しいんですよね。でこちらはですね甘栗の痩せる効果なんですけれども、まず脂質が少ないおやつになるんですね。でまた糖質を燃やすためのビタミン B 群が豊富、要は太る元の糖質を燃やしてくれる作用があるわけです。そしてなんといっても食物繊維がたっぷり含まれていますから、先ほどお伝えしましたあなたの腸内環境を整えてくれる善玉菌と呼ばれる痩せ菌の餌になってくれるおやつになるんですね。ただ食べ過ぎは NG です。あのついつい私 もうあまりにも美味しくてもう一袋ペロリといってしまいそうなところなんですが、ちょっと食べ過ぎですよね。何回かに分けて食べてください。これは 100g あたり 195kcal ありますから、ちょっとね食べ過ぎると高めになりますから気をつけてくださいね。ではどんどんいきましょうね。第2位はこちらです。金の干し芋です。蜜芋紅はるかを使用した茨城県産の干し芋になります。もうここにもですね書いてあるんですけれども、しっとり柔らか仕上げでまるでスイーツのようだと書いて、これほんと普通の干し芋って結構あの噛み応えがあって硬いのがね多いんですよね。今までご紹介してきた別の干し芋も結構ね硬かったんですよ。でも私これをですねいただいた時にびっくりしたんです。本当にしっとり柔らかくってもうデザート向きの干し芋になるんですね。でこちらもあの先ほどの甘栗と一緒でも完全無添加です。もう原材料はもうさつまいも（茨城県産紅はるかのみ）を使った干し芋なんですよ。でこれがですね低温の、あの環境でこうぐっとこう圧縮してですね、その短時間で
作っているお芋なので、もうとにかくしっとり柔らかくってこうパサパサしてないのが特徴のお芋になるんですね。でこのさつまいもっていうのは、私別動画でさつまいもダイエットということでお伝えしてるんですけれども、すごくダイエット向きの食品になります。なんといっても低 GI 食品なので、あなたの血糖値のその急上昇をこう抑えてくれる食品なんですね。緩やかに血糖値が上昇する食べ物なので、イコール脂肪を溜め込みにくくすることができる食品なんです。でまたもう食物繊維がもうたっぷり豊富ですから、あなたの腸内環境が整ってもう大掃除できますよね。でまたビタミンやミネラルもいっぱい入ってます。もう豊富なので、こういったおやつを食べることで、そのダイエット中に不足しがちなその栄養分、栄養素をここでしっかりとキープできるわけなんですね。なのでさつまいも効果というのは、まあ、ダイエット効果に、まあ、つながるということなんですけども、ただ実際欲しいものになりますと、干しているものって栄養がこうギューッとね凝縮されるんですね。干し野菜もそうです。切り干し大根であったり、まあ、そういった干したものというのはやはり食べ過ぎてはいけないんですよね。ギュッと詰まっているので、まあ、カロリーも高めになってきます。なので例えばあなたがダイエット中で、まあ、お米の代わりに、まあ、糖質ですね、主食にしようかなという場合は、だいたい干し芋2枚程度がイコールお茶碗1杯分の、まあ、カロリーに匹敵しますので、目安として置き換えたい時は、まあ、だいたい2枚までにしておいてください。でだいたい食べるタイミングもありまして、食前の20分から30分前にこの干し芋を召し上がっていただきますと、満腹中枢がすごく刺激されてご飯の量をセーブすることもできます。またしっかりここで栄養もカロリーも取れてますから安心ですよね。でだいたい 25g がイコール75キロカロリーなので、目安としてされてみてください。ご飯の置き換えでしたら、まあ、だいたい2枚程度ですね。で食べるタイミングもぜひチェックしてみていただくと、よりダイエット効果がアップしますので、参考にされてみてくださいね。ではいよいよ第1位ご紹介していきます。こちらです。業務スーパーで見つけた砂糖保存料不使用のピュアプルーンです。でこちらはですね、ごめんなさい、またお値段言わせましたね。先ほどの干し芋は、金の干し芋は398円の税抜きでした。でこちらプルーンはですね、プルーンはおいくらだったかというと、こちらが 260g 入っていて298円でした。ですごくいっぱい入ってまして、もうこれを選んだ理由は、もう原材料がプルーンのみなんです。気をつけないと、プルーンプラス植物油といって、その油をですね使ってこうオイルコーティングしてあるプルーンもあるんですよ。それはおすすめいたしません。お体にいい油ではないので、やはりプルーン 100% のこの完全無添加ですね。しかもソルビン酸とかいったこう保存料も入っていないような、もう天然のものをぜひぜひ召し上がっていただきたいのでお願いいたしますね。そういった保存料を取ってしまうと、あなたのダイエットが成功しません。なぜかというと、腸内環境や肝臓に負担をかけてしまうからなんですね。でこちらはですね、 100g あたり 241kcal ロカロリーで、タンパク質も豊富です。で食物繊維もいっぱい入っています。なのでプルーンを食べることで豊富な食物繊維が取れる、イコール腸内環境が整って痩せる、また血糖値の上昇をですね、プルーンも抑えてくれる、まあ、ロカボ低 GI 食品なんですよね。なので先ほどの、まあ、お芋と一緒です。急上昇すると脂肪を蓄えてしまうので、プルーンで、まあ、抑えることができる。でまたカリウムがすっごく豊富ですから、あなたの代謝を上げてくれますし、またむくみにも防止になりますから、むくみ改善にもぜひぜひお役立ていただきたいなと思って1位に選びました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルでは、このようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えすることで、あなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた私がお伝えするお話に対してご質問があったりですね、終わりの方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらからご登録後、直接ご相談されていますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。